まだ若い頃僕の手を引いてこの坂を登るたびいつもため息をついたため息つけばそれで笑って
ですね、非常に恐ろしい自分の中を見ていただきました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、帰り方がある。いやいやいや、どうか、それ以上。どうもありがとうございます。気持ちだけで大変な気がします。あんまりこのようなことを、一応知恵になりますので、後から後から求めるようになりますので。こんなに美しいひまわりをたくさんいただきます。いや、作品はこれでますね。そんな、いらっしゃいませ。またあなたも意地悪な、さっき言ったじゃないですか、先生、今度は代わりに吉田さんにお伺いします。なんか今日は非常に何かいただきに上がったような、そういう感覚に陥ります。決して我々はこういうものをいただきに上がってるわけじゃないと。最も歌手の2歳生からの時になってます。そうですね、フィンガーファイブになったり気もします。今日の日も終わってるんです。あまりそうどうもありがとうございます。2、4、6。数え出さないですよ。僕らそういうのいただきに上がってるわけじゃないんで、本当に聞かないでくださいね。お小里に来ていただいてるだけでも我々自分になりました。でも高いです。2、4、6。ちょっとあるんですよ。そう、いくらか。あ、僕、値段付けの。僕らだとこういう。ね。ちょっと出張許可しますかね。ただいま、下月吉野さんに。どうもありがとう。はい。毎回僕は勤務中なので、そちら二人とも行きますと手薄になったりしますので、一つ、吉田正美大名人に一つお願いしたいと思います。そんな中、犬が呼んでる。本当だ。病状が悪化してまいります。こういう感じになっておりますけど、まあ、すぐ死ぬとか寝なきゃいけないとかそういう病気でもないですし、はい、非常に、パンク崩壊とかそういう感じになってまいりますので、最近あのような包みをいただきますと非常に恐怖症になっております。この前東京の方で小さい放送局がありました。文化放送っていうんですけども、ね、そこで深夜放送、深夜までやっておりました。それやってる最中、やっと終わったとか、終わった後ですね。何ですか？恐怖の電話に。恐怖の電話？ね、僕らのセコい車に爆弾を仕掛けたという電話があります。そうなんですよ。あんな車に仕掛けたってどうしようもないと思って、僕は餌ほど爆発してくれないかと思って。保険金になりますけど、ね。そのうち壊れるのにね、何も爆発するほどのことはない。僕も爆破の量を望んでたんですけど、そうですか、ね、保険になって、保険になってやってくれませんでしたけど、そう、まあ、冗談だったんですけど、ね、うん、あんまりそういう冗談っていうのは面白くないですね。そうですね、これが真剣になって青くなったりなんかしませんかね。こう青ざめてきて、この額のところにこう血管が浮き出てきて、こうしてなんか、やばい、これは爆破されたら本当にどうしようか、まだ結婚も終わっていないんだ。あと4回のことに、何を言わせるか。まあ、僕が飛行機を出てきて、車で突っ込んでやることがいろいろ考えてます。どこで突っ込むことがあるの？どんなとこ突っ込んだよ。結局、道が遅くて会えない。道は自転車しか突っ込むとこありませんね。いろいろあります。そういう話じゃなくて、曲行きましょう。そう、曲行きましょうか。グレープの3枚目の、3枚目のってみんな僕の本音ですけど、フレープの。あと、手前に出演してます。そうなんです。男は変わってない。3枚目の、LP、コミュニケーションの中から聞いてもらおうと思います。悲しくマリアネットです。Okay.
出した。ちょうど今日が、今回のファストコンサートツアーの、後半戦に入るわけですけど、今日から、非常に入るんですね。改めて、まあ、北海道の方から、ね、ずっと、南下してきたわけですけれども、改めて一番あれだっていうと、非常にお客さんが入ってきたじゃないですか。終わりじゃないと、こんなに絶対入ってくれないと、本人たちのしみじみ感情に別にこだわってるわけですけれども、去年の11月に、中野のサンプルが東京にあるんですけれども、そこで、まあ、今日歌があんまり綺麗な格好してませんけれども、その時は、ジョーゼットというか、非常に綺麗な、生地のブラジを使いました。ブラジですけれども、それでまるで西城秀樹みたいな、そういう感じで、リサイタルをやったんですけれども、まあ、今日は予算の関係ならバック4人しかいませんけれども、その時は30人から40人ぐらいだった。非常にかっこいい思いしたんですけれども、しかし着慣れないものを着ますと非常に、なんか雲の上を飛んでいるというか、二日酔いで寝てるというか、そういう非常に雰囲気的に良くなるんですけれども、その時の模様を収録したのが、先月の25日に、3年中というタイトルで2万円組で、3800円もするんですけれども、出ておりました。その中でやった曲をもう一曲聴いてください。ヤオドリです。Thank you.
笑顔というという曲を、他のアッパマジャクそれに鎌田とルーメンさんですけれども、どういうことかしてまいりました。いや、あ、何が起きてたの。いや、感動を忘れてました。感動ですか。僕は、ね、頭の話してます。同じの京都というところは、グレープは何回目ですかね、あのコンサートに来るというか。あんまり来てない、ね、あんまり来ないですね。あんまり呼んでくれないもんですか。人気がないです。あ、いや、まあそう、あの、ひげしろよ。非常に悲観的に来ております。そう、最近はこの人は悲観的に来ておりまして、なんかあの人から蔑まれてやっぱり育ってきた幼年時代の、そこまで言ってないよ俺は。ああ、そうか、言い過ぎだ。その点僕の方はですね、非常にあの幼少の頃からあの恵まれた家庭環境と、そして、学友に恵まれておりましたので、非常に健やかに育って、非常にスリムな感じで仕上がりましたけれども、わりかしこの友達はバカバカしいのがですね、この間も本当にバカバカしいのがいるんですよ。発想の転換というかね、その辺は非常に素晴らしいものがあって、夕暮れをこうカラスがタタタタタタと飛んでるわけですね。たら、おわカモメがお前増えてる。なんかそういうバカバカがいっぱいいたようですが、つなぎの話終わりまして、さて曲に参りたいと思います。国会という歌、最近国会と言いますとどうしてもピーナッツを演奏するんですが、この国会ではなしに、告げるという字に後悔の会という字を書いて国会、意味は懺悔というような意味だと思ってもらっても大した違いはないと思いますが、詳しく教えになりたい方は一つ、金田一京介先生の編集による国語辞典でも後を引いてみてください。国会という歌をお送りしたい。
顔に当たりますと影響ないですけども怪我しますしね。
すみません、絶対にお金だけはお札にしていただきたいと本物でやられるように思っておりますので一つよろしく。最近有名になりましたグレープ式チューニング法、昔はですね、チューニングをするときに、いや、ちょっと B の音が低いとか、いや、E が高いとか、非常にこう繊細なチューニング方法を取ってたんですよ。普通なんですよね。そうか、それで普通なんですね。最近はもう非常に有名になりまして、せーのでバーン、もう抜ける抜ける抜ける。これも当てたんだけど。非常に懐かしい友達とばったり出会うというのは、ドキドキするようになりましてね、それが異性の場合に非常にもっとドキドキしたりなんか、小学校の1年生の時に隣に座ったやつなんてのはあんまり覚えてないですけどね、だんだん小学校1年生の時にはひなにも生まれたというね、色気のある娘がいるんです、たまにね、小学校1年生のくせにもう不気味なくらいに色気があったりなんかするんですね。だんだん大きくなると全然何でもない女になったりなんかして、それでばったりばったりあっても全然こっちは気づかない。で特に最近はさだまさしと病気だっていう話が非常に巷に伝わっております。さだまさしひらがなで書いてますでしょ。だから小学校1年生の時はみんなひらがなで書いてますからね。だから小学校1年の時の同級生やなんかはね、ちょっと昔からハゲてたからあいつは何者かって言って、よく声をかけてきてくれる。まあ何でもない友達があったらお茶かなんか飲んで話してそれで終わりなんです。昔の誰か恋人などから手紙が来るから、あ、誰の話ですか。いや、だから僕らが別れるか切れるか以前の問題で君の場合はどういう意味だお前、それは別れるとか切れるってのはですね、出会いなきゃ別れられないんですよ。いいじゃないか。あ、想像ですね。勝手にこっちで別れた感じは向こうが気がつかない恋愛だったらあるんですよ。片思いって言ってました。あ、通称片思いって言ってました。そういう人からですね、ひょっこりお誕生祝いのバースデーカードなんかをちょっとこう送ってきたりなんか非常に嬉しくなるもんでね。だからといって皆さん一つ未練だけは同封しないでください。お返事にね、やっぱりこういうものを同封していただきたい。笑顔を同封という。
ですね、大げさになってしまって、これっきりで、トイさんに来れないという、そういう雰囲気になりますとね、いろいろと、人間というものは、詰め込めるだけその思い出を詰め込んでしまおうと、一気にやってきた終わりには、一気に詰め込もうとする回路が働きまして、人間こんななって膨れたりなんかするんですけども、昨日お休みで、なんとなく水袋の友達がいたりなんかするので、車をですね、チャーターして、それで、チャーターしてというほど大げさな車じゃなかったり、3人乗ってやっていっぱいという、そういう感じの車に乗りまして、京都中、あっち行ったり、こっち行ったりして、それで、晩飯はですね、あそこのお麺というのを食べてきまして、銀閣寺のそばのね、剣道からなんじゃないですか。いや、全然分かってないんで、どういうふうに言ったら、食べ物屋さんがあるんですよ。あ、そう、分かった居酒屋というかね、うどん屋、なんか言ってない？そこへ行くと20分、あの辺だけ、10分ぐらい、お麺というね、ものを食べてて、こう、マスだけかなんかね、こう、ガーッ、男は特にこのマスっていうのが強いんでありますね、ガーッ、こう、ラブマス。今18歳にまで分かった人は私、クエストです。本当に美味しくてね、なんかいろんなもの食べたくて、困っちゃうんですけどね。これが、例えば僕らなんか別に、終わってもね、終わってもちょっとグレープ終わっても、音楽やめるわけじゃないんですけども、もう手の届かなくなってしまった人を残した作品というものは、なんともこのもったいなさと同時にね、もっと長生きしてほしかった、なんていう欲求っていうのが、それがいい作品であればあるほど、思うのでありましたね。去年お亡くなりになりました岩崎千尋さんという挿絵画家がいるんですけどもね、挿絵画家って失礼になるのかな、岩崎さんがいるんですが、この人の手にかかりますとあんまり面白くない動画でもすごくなんか夢があって素晴らしい動画に変身してしまう。水彩画でこうなんかね、可愛らしい男の子、女の子なんか、パッと連想なさる方多いんじゃないかと思うんですよ。童話というのは、僕らの時代は宮沢賢治とかね、あの辺りで一生懸命読んだりなんかして、ドイツの先生なんていう、童話がね、自分だけのものだと固く信じて、もうこれは自分の世界だと思って、真剣にこうやって隠してたら、学校行ってみると、みんな自分の世界だと思って、固く信じてるやつばっかり出てきちゃって。それでなんとなく寂しいような、そんな気がする時がやっぱりあって、特に、クロポックルの話ばっかり書いてる佐藤悟なんていう童話作家がいて、なんか非常に可愛らしいですね。童話っていうのは、僕らみたいに汚れてしまった人間が特に憧れるものなのかもしれないけれども、僕の友達に、今の彼に振られたらば、私は童話作家になるんだと言った友達が言いました。なかなかいい言葉だなと思って曲にしてみたんですけど、童話作家という歌を聴いてください。私が童話作家になろうと思ったのは、あなたにさよならを言われた日、もとよりあなたの他には生きがいなどないし、さりとてこの世を見つめる勇気もなかったし、今まで二人が思い出という消しゴムで消した、
昭和作家という歌がありまして、これは一度も初めて聞いたとおっしゃる方の方が多いんじゃないかと思います。このさよならコンサートツアーというか、ずっと北から南西の果てまでずっと下っていくときに、終わりだから今までやったものを全部出し切ればいいようなもんだけれども、非常に僕ら欲張りというかね、そういうところがあって、一度もやったことないような曲を歌ってみたい、やっぱり最後というので、一番新しい曲であるというだけの観点でお送りいたしますけど、昭和作家ということです。さて、この辺で今日はのっけからハウスパーティーというバックにグループ一緒にやってもらってるんですけど、で彼らのメンバー紹介などというものをやらせていただいてよろしいでしょうか。ありがとうございます。今日話になって、この前東北でやった時にバックの皆さんに紹介してよろしいでしょうか。すみません、いいでしょうか。やれば非常に虐待されてるんですけど、それでは、紹介しようと思いますけれども、まず一番ステージ、ごめんなさい、右端から行きます。以前テリッシュなんかのバックでベースしたんですけども、ね、なんとも非常に、お肌の下におひげを生やしておりました。非常に別に本人に似合うと思って生やしてるわけでもなく、ちょっと鼻の下の長いのをカバーするためにただそれだけのために、まあひげをつけてる気持ち、つけるんじゃないですけど、よく見るとジーザーズ・クライスト・スーパースターという感じがしてるんです。あ、そういう感じです。でも僕もツアーリストに言わせるとね、後ろさえ持てばすぐに印象が出てくるんで、素晴らしいベーシストなんですね。ベース担当の斉藤翔一君です。かっこいいですね、音楽ね。ありがとうございます。さて、お隣ですが、右から2人目、全然太鼓、いつもに来ると元気な子。この人だけは名前を紹介するだけでどっと受ける地方があります。今日はどうかなと思ってやってみるんですけども、伊藤志郎君です。同姓同名というのがあるのも、別に全国というのがこの方と同じ関係になる。さて、この次の方、左から2人目になるんですけども、よくご覧ください。お地蔵様という雰囲気、よく見ると加藤茶に似てるなんて言って、この人本当にね、貪欲なんです。生命力が強いというか、生命力が強い、そして貪欲というと、これは食べ物なので、食べ物のことがあります。もう手当たりしたい、そこらにあるのを全部食っちゃうという。犬とか猫とかいる。そう。いや、犬も猫は食べないと思いますけどね。普通、僕ら、シシャモとか、イワシというのは頭からグリグリとかじめますね、やりたい。この人は焼いたサンマをガラーッとこう、ガラガラかじめて、ハウスパーティーのジョーズと呼ばれております。ジョーズ松宮、ギター担当松宮美樹君です、さて、一番左端になります。このメンバーの中で一番年が若いんです。本当に器用な人でありまして、覚えたりしている方多いと思うんです。赤い鳥という素晴らしいグループがありましたが、それの最後のメンバーとしてドラムを叩いていたんですが、覚えてらっしゃいましょう。今日はハウスパーティーのキーボードとして参加してくれました渡辺俊君のプレゼンです。さて、このどさくさに紛れて、この機に乗じてグレープもメンバー紹介をさりげなく始めたいと思います。まず皆様に向かいまして、前列右端になりますが、スピーカー紹介するんですか。非常に今日はですね、わりかしまともな格好してますでしょ。普通のと汚い格好してる。この間の例の3年間の LP にありますスタイル、ベルサイユのバカ、ああいうスタイルを出せますけど、天下一品というかね、右に出るものはいないというか、新潟で撮れたという話、先ほどちらっといたしましたね。不気味な持ち肌の持ち主。新潟というところは非常に変わった人がね、芸能界でも屈指の偉人を生んでおります。それはこの人じゃない、この人ナンバー2なんですね。ナンバー1はやっぱり新潟出身の大御所、おまんたばやでおなじみの南春夫先生。ありがとうございます。
この方は非常に対して崇拝しておりまして、今度ブレイクを解散した後、この何かグループを作る、そのグループの名前が茶坊主と呼んでいます。それで茶柱本堂というのを食べたいというふうに言っていると私は必死で止めておるんですよね。恐ろしい人であります。新潟で採れて、柿の種を食べながら育って、小松川という、東京に小松川という汚いところがあります。高等0メートル近いという、水面よりも地べたが低いという、それが変わったことなんです。ですからね、あそこ堤防が、バタッとこう堤防がペッとこう切れると、これはもう水浸しになってしまう。そこで堤防がこの間、割れてひび割れて、そろそろ水が流れているのを指を突っ込んで、そして、どんどん大きくなるので手を入れて塞い、最後は頭を入れて塞いで、今小松川へ行きますというと、越後食堂の前に銅像が立っております。グループの唯一の担い手、そして、リードギター吉田正美君が登場です。チームに取り慣れて、吉田正美のメンバー紹介を終わります。僕の方は、今回の小福亭鶴光というふうに言われています。今やクール5の前川清、そして、丸山明宏、現在丹羽明宏さん、この人に続く長崎の星と歌われております。さだまさしです。どうぞよろしくお願いします。というわけで、ざっとメンバー紹介をさせていただきまして、これでみんな安心して家に帰れるという気になってきます。なんとなく一部がぐるぐるっと始まって、なんとはなしでいきます。本当に担当はだって引退する人だからきっともうほんま揺れに地面に来てる殺風景という歌を聴いています。Thank you.
今もう一曲ですからもう一曲聴いてくれますか。どうしても見てもらったらどうもありがとう。というわけで、ほうずきという歌などを聴いていただきましたら、最近非常に大げさになってきて、こうやって向かい合って皆さんと同じ時間を過ごしているということが、これは私奇跡に近いんじゃないかというようなことを考え、というのはですね、これまでやっぱりいろんな大変な数の人が地球上に生まれていなくなっているわけですね。で、僕らが生きてられる時間というのは、限られてて、しかもせいぜい70年、長い人で80年から90年、今から70年前に生まれた人で今まで生きているという人の方が少ないわけですね。ですから本当に50年ぐらい僕らと、それから今日来てくださっている方々との生まれた年がちょっとずれていると、こうやってお互い向かい合って何か一つの時間を過ごすみたいなことは永遠にないわけです。なんとなく怖いという気がする。例えば今日別れていろいろと、まあいろいろ来てらっしゃるでしょう。中には一人で寂しく来てらっしゃる人もあれば、団体でトトを組んで、来てらっしゃる人もあれば、でもこうやってコンサートが終わってそれぞれの自分のお家がある人はお家をお帰りになるし、ない人はどこか宿舎にお帰りになるんだろうと思うんですけど、僕らも面と同じに終わって、宿に帰る、そうすると一生もうこうやって面と向かって会うことのない人の方が多いんじゃないかみたいな気がするときありますね。僕らみたいな商売の人間というのは歌なんかというのに何かがつくんですね。こういうものは例えば第二次大戦、太平洋戦争中は歌で商売してる人というのはかなり苦しかったんじゃないか。その人がいたのかどうか僕はよく分かりませんけど、まだ生まれてなかった親父の方にいましたんで、よくわからないですけども、例えば太平洋戦争なんかは今学校で教えてくれないと思います。僕も教わったと記憶がないんですが、何のための戦争だったのか、いつ始まっていつ終わったのか、詳しいことはよく知らない。ただ漠然と太平洋戦争という大変大きな戦争があって、第二次大戦、いろんな国の人々が、死んでったということしか、漠然としかわからない。ただ言えることは、こうやって例えば僕らが歌を歌ってる、気にしてもらってる、この時間でも地球上のどっかが真剣に何の裏にもないんだけど、ね、とりあえず鉄砲渡されたからやらなきゃやられるって言うんだよ。ダーン、ピスル打ってる人たちがいるんですね。きっと第二次大戦の頃も日本人が死んでいるのか、アメリカ人が死んでいるのか、そういうことは関係ないし、ああ、大変に戦争をやってるな、と、タバコを捨てた人たちがきっといたんだな、と思うと、なんとなく残念な気がする。ただ単に僕らが戦争の時期に生まれてなかったことを感謝すればいいのか、それはまた別問題ですが、僕らの親父の袋の世代というと、ちょうど青春の戦争で塗りつぶされています。当時はまだ中華人民共和国じゃなくて、単に中国、上海から楊枝港沿いにずっと遡るとハンカオという街があったそうです。今もハンカオというのか言わないのか、これは僕も詳しいことは知りませんが、大変な国際都市だったらしくて、いろんな国の大使館が集まったそうです。ドイツ大使館、フランス大使館、
で日本大使館もあったんだよな。でそれぞれの人国の人たちがそれぞれの町を小さな町を作ってたんだそうです。それを疎開というふうに呼んで、フランス疎開、ドイツ疎開、日本人疎開、3時のおやつのコンソリデーデッドって言って、コンソリデーデッドっていうのがあるんですね。ビーいくつか知らないけど、ね、私がバーッと飛んできて、3時になってブーッと飛んできて、日本人の街だけ爆弾落としてふーっと向こうへ帰っちゃった。そんな頃に青春を過ごした人たちは、やっぱりかわいそうだと思います。で一部の最後になりますが、フレディもしくは三兄弟という歌を聴いていただこうと思います。Oh,
時間があまりに軽すぎて
時々街を歩いててもパッと色紙を出してやるんですよ。あれは
俺とも不思議になるんですけどもね、あの毎日もっと歩いてるわけじゃないですか。いや、狭い地方なんだろうとね、今日は来るから、ひょっとして歩いてるんじゃないか。なるほどね。それで若い時なんかみんなこうサインして、僕ら脇に立ってて、誰も僕らの見向きもしない。当たり前じゃないですか。うん、当たり前っていうか当たり前ですけど、中にはね、あ、こちら付き人の方ですかファンの方ですかそうそうそう。しょうがないんで、今このブレイクですけど、サインしましょうかなって言ったりなんかします。言われたところから考え込んでね、え、グレープまだ今年食べてないと思うんですよ。いろいろね、食べられたもんね。そうなんですよ、ありました、あの頃一生懸命歌っていた歌、これを聴いていただこうかなと思うんです。デブー曲。デブー曲。あ、お気を悪くなさらないトラック見えません。雪の朝という。Oh.
遊ぶよ。風に吹かれてもっと笑ってごらんよ。僕のギターの上に飲み注ぐセミシグレ、部屋着の窓の後ろで日暮らしが飛ぶよ。明るい夏の日はとてもいい気持ち、なんだか君とても綺麗だよ。最近、先ほどのサインの話をしたんですがね、函館でもっと恐るべきサイン事件があります。子供というかこのぐらいのセコジャリというかガキというか、丸ガキ、それがサインをしてくれっていうのですから、こう、したわけですね。ただ彼非常にこう嬉しそうにこう見ておったんですが、笑ってるよ。いいじゃないとか出てきちゃったよ。じーっとそのサインを受け取って見ててね、もう振りがなくてって言われる。確かにグレープというのは横文字で書いておりますし、あれは読めないところに、読めないところにサインになってる。僕の方がいつもさだまさしで開かないところに書いてるんです。振りがなく振りようがない、知りがたいなと。そうね、恐ろしい話が多々あるんですけども、最近嬉しいことに男の人が増えてきて、今日もね、こう、ちゃんと飲みましょう。男の人が、あそこにもね、ちらこう、本当に多いですね。よしなさいって。ずっとこう照らせるんですよ、私は。よしなさいって。なんかお金払って入ってらっしゃるんですよ。僕はまたスポット浴びてることないんですよ。たまにはね、共にスポット浴びて。スポット浴びたきゃあるんですね。ステージ登りますよ。ステージ登りますよ。そう、浴びたきゃ。いや、あんまり浴びたくても登らないでくださいっていうところが一つ。あんまりステージに興奮して駆け登られてもらうとね、いろいろ蹴落とすのに時間がかかるなと。そう、最近男の人が増えてきてよかったなと僕らは思ったんです。こういうナンパ系の仕事をしてる人間は同性の支持を受けるのがやっぱり嬉しいものなんですよ。どうしてだろうと思ったら、この間サインへ行きましたね。あ、この方から付き添いで、いやいや、別にお騒がしに行ったわけじゃないです。すぐ、サイン本線じゃあここから来るんじゃないかなと。米子、鳥取の方に行ってまいりまして、その時に会場の前でグレープが日向ぼっこをしながらタバコを吸っとってですね、今日のお客さんはどうかなってやっぱり心配になるんですよね。ゴロゴロとやるよりはいっぱいでやった方がいいですから。で、こう気になったら前の方もこう約2名のカップル、まあ、だったら2名ですけど、古い言葉で言うとアレツクというやつ、こう縫い付けたんですよ。そして我々の前に立ち止まって、ふっとあの看板、看板を見て、我々は全然気のつかないのに、僕らこう非常にこう目立って前立って全然無視してまして、ね、看板だけ見て女の子が男のこの辺をこう引っ張るわけですね。ねえねえ、グレープのコンサート行きましょうよ、なってるわけですよ。男がブリルメ
ぜひおめえどこにいるの当たってないですよ、さあ女の子がね、失礼ね、男は顔じゃないわよ、この人なんだ何が悔しいって、この話がウケるのが一番悔しいんだよコンサート始まるでしょ、そしていますよ、カップルが、カップルが、さっきのカップルがどこ行ったかわからなかったけども最前列でね、どこがいたんですよ、よしやでいましてね、それを黙って聞いててくれればいいのにね、こう寄せばいいのに必要以上にくっつこうとする習性があるんですかいいけどさ、別に今が一番いい時だった、そうだよ本当だよ、昨日なんか挑むようになったな、だからそんなカップルがテレビにさ、いや、ちょっと見ましたね、それで、2人で歌を歌ってるグレープのコンサートがだんだんこう盛り上がってくる、自分で言うことだよお客さんのボケるらしいんだから、そうですけど、こう盛り上がってくる、そうすると悲しい、もう涙をそそる歌がポッと出てくる、すると、アベツクの傍らで女方、いや、女方じゃないですか、女の方女の方ですね、歌舞伎やってるから、これがですね、より自分が女らしいということを相手の殿方にアピールするための強調するわけですか、うわっ、真珠の涙をこぼさない真珠じゃない人は滝みたいに、わっ、吠えたかなと思ったり最初、遅くでやめちゃったあ、もう黙らないです自分でこれやってくれなかったそうだよ、それでね、女性がポロポロ泣く、かわいい、そう、かわいいもんですよ、そしたら男がね、どんなのか、だいたいかわいいもんですよ、そうそう話して気になさらないでください、ブラック見えませんか、話してはい、どうぞ、でそしたら男が、その時とばかりね、この時とばかり、自分がより男であるということをアピールするために彼女の知らん者のような指を、まあ、たまにはサンマのような指を、ずっとこう、優しく包んであげてない、最初に。まだ許せる、そこまでは。手に言ってないんですか、調子に盛り上がってたのね。お互いに盛り上がってるわけ、それで。ああ、人を歌ってる。人を歌ってる。それで、それだけなら話してもね、そのうち男が寄せばいいのに、本当に寄せばいいのに。ポケットから汚いハンカチを出してね、隣の人は迷惑ですよ、そうですね、それをより男らしく、さりげなく、優しく、たくましく、力強く、吹けよ、これがかっこいい、ただ女の子がこっくりと裏切ってそれを受け取って、その汚いハンカチで顔を拭く、見えないよ、暗いから。そうそう、暗いから見えないとね、最近は化粧法が発達しております、口紅は銀座レッドウィーミーっていうのがあります、それからマスカラというのがついてますね、あ、まつげですけど、そう、最近はつけまつげのうちのがあってね、いや、前からやりますけど、ああ、そうか、なんか前から歩いてくると前あれで見えてるのかしらと思うような人がいてね、あれ、こう駆け上げてこのうちなんだって、あれ、いいんじゃないかと、そういう人がとにかく涙を拭ってごらんなさい、眉毛と目がくっつく、たなきゃいけない、それでももう嫌にならないところが男というのは甘いなというふうに、別に今日のカップルというのはちょっといらっしゃるんですか、その中にはいらっしゃるでしょう、あれそうかな、カップル男同士で来てらっしゃる方の中にあって男同士はあまり手に入らない方がいいですねそういうカップルの方のためにグレープが憎しみを込めてお送りしたいと思います。縁切り寺という歌を歌います。あの日と同じ道のりで
して。お願いここだけは許してあなたとの糸がもし切れたら生きていけない。あの日誰かに頼んでこた一枚きりの一緒の写真納めに来ました。病気だけならば休んで治ってからまたやればいい。じゃあなぜグレープが解散ということをところまで自分たちの気持ちを持っていったかということですが、今まで10代というか今日は最後なのでぜひ聞いていただこうと思うんですが、押し付けていいようと思います。10代このやっぱフォークと言われる分野の人間、自分で弾いたり歌ったり作ったりやってる人間というのはグループ活動っていうのはわりかし音楽共同体みたいな意識で持ってるはずなんですね。僕らもそうでありまして、グループとしての一つの個性はもちろんのこと、自分とそれから相手、僕らは二人ですから意見が分かれても二つにしか分かれない。その点では非常にやりやすかったわけですね。ただ音楽共同体としてこれからまたお互いに何らかの形でお互いに影響し合っていくわけなんです。それにおいてグレープという名前がむしろ自分たちの足を引っ張る形になると、もうこれはまずいんじゃないだろうか。病気になったために半年間休みをもらうことにしたんですが、その半年間の休みの間、まさか僕の相棒も僕と一緒に寝てるわけにはいかない。僕も寝てもらうと気色悪いということで、そこで、じゃあそれぞれ今までやりたかったこと、つまり勉強足りないところとかそういったところを補おうじゃない、そういう時間に当てようということが決定しました。でそれぞれにやっぱりやりたいことっていうのはいろいろありましてね、ただグレープというものがネックになってできない部分というのはやっぱりあるんです。だからグレープとして2人でやってきたものはもちろん今まで通り大切にして、なおかつ今度はもうちょっと違った方向にそれぞれの個性みたいなものを広げていけたらば素晴らしいんじゃないだろうか、こういうふうに安易に考えた。ただ商売で考えるとね、こんなものはグレープとして、やってることが一番間違いないし、今は一番いい境でありますし、ベスト10の中にやっぱり LP が2枚も入ってるなんて状況は、井上陽水ではあるまいし、グレープとしてはめったにというか
これはもう、ほぼ奇跡に近いことになります、そういう時期に何もやめなくてもとかで、ね、全くのことでありまして、自分たちでもそう思うんですけど、ただやっぱりそれ以上に我々は、お互い個人というものがやっぱり、これから先長い目で見てということで思って上に首を吊ったわけです、病気というのは非常に強調されてますが、これは我々が別に金のことだとか女のことだとか、おめえのことないわそういうので揉めたくてはないだろうかと、週刊誌的な見方をしますと書かれやすいですね。そこをもう避けるためにこういう、話になったんですけども、記者会見というのをやりましてね、生まれて初めてかっこよかったですよ。ダーッとカメラマンがね、こう6人ぐらいこう言われてもうちょっといたんですけど、あとは記者団というのをこう言われてです、それで以上なわけで、僕はあんまり暗いイメージっていうのを与えちゃいけない思ってましたね。以上なわけで、解散ということになりまして、ちょっとよろしくお願いしますやったわけで、そしたらまあその後質疑応答いろいろあるわけですね。国会の承認喚問みたいなのでパッと手を挙げる人は元気な人がいるな、どうぞ。ヘボンパンチですか中途半端じゃなくて、あんたは分かったんですよ、寝てりゃいいでしょ、でこっちの人はどうするんですかそしたらば彼が立って男ですか、まだいろんなことあるなと思ってましたけど、そんなわけで、ね、大体分かっていただけたかなと思うんですけど、まあ別に2人とも音楽をやめるわけではありませんし、またいつかどこかで生まれてくるとは思うんですが、最後のオリジナルアルバムはコミュニケーション、トータルアルバムとして、3連続だとこれライブですのでちょっと別格扱いしましてね、コミュニケーションというのはいわゆるオリジナルアルバムとしては僕らの最後のアルバムになるんですが、この中から19歳という歌、これを聴いていただこうと思います。
Bye.
じゃあコンサートの一番最後に、無縁坂を聴いてください。本当にいろいろと長い間ありがとうございました。あなたを見ててそう
せせらぎの中から手のひらを歌います。
べない疲れて食べ少しでいいから勇気があればあなたの温かい指を離さずに済んだのにありきたりの
我々の場合はやっぱり一目はこれしかない。